えー、H D R の特性を知るということで、えっ、ー、とちょっと H D R についてあの細かくですね、あの今誤解も結構あると思うんで、ちょっとその辺りを紐解いていこうかなと思います。ちょっと次のページ、えっ、ー、とまずですね、普通その H D R だよって一般に言うとですね、普通の方はですね、大体こうセットになってるんですね。その 4K と H D R だよって言ったら 4K と レック2020セットで考えてますこれねあの上から順に言うと上が解像度ですねでここが、えっと、ダイナミックレンジなんで輝度,の輝度のレンジです明るさのレンジで一番下に書いてあるのはあの色の深さの深さって色の広さって言えばいいですかね、まあ、そこの規格この3軸が実はあるんですよで私たち今例えばメディアなんかで HDR ですよってパッと言うと大体普通の人は 4K と HDR とレック2020敷域の広いやつこれセットだと考えてるんですよねただですねこれあのテレビ放送っていうことに限定すると日本のテレビ放送って限定するとこれはこのセットで決まりっていうことでまあいいんですけど例えばこういうイベントでこの,この絵だけ出ればいい出るのはもうアウトプットこれだけですってなると別に この組み合わせに限定しなくてもいいんですよテレビ放送企画じゃないんで。ということはですよ 4K だけど SDR で REC709 って当然ね 4K の出始めのカメラとかみんなそうでしたよね。それもありだし HD 解像度ででも HDR2020 とかもありなんですよ全然。どう組み合わわせてもいいわけですでそれをまあどう組み合わせるかね結局イベントの趣旨とかあ,、ね、あるいはその持ってる機材。 も含め、まあいろんなパターンがあり得るっていうことになりますよね。これでもあの今のここの書かれているのはやっぱりあれなんですか。うん、その組み合わせはまあトリックスで全然いいですよっていう話になると思うんですけど、<A> その例えばこう 4K の HDR なのに709ありっていうことですよね。うんうん、そうですそうです。あり,とですありですありです。うんで実際そういうカメラも。 あの設定によってはできるやつがあるんですよね。<ー>で例えばそういうものをスイッチャーに入力して切り替えていきますよってなった場合どのスイッチャーがそれを受けられるのかっていうとですねあの受けられるスイッチャーってあんまないんですよ世の中に。ないですね。うん、あん要は放送フォーマ放送テレビ放送で使うのが基準でスイッチャーって設計するんで入力信号は全部揃ってるものっていう大前提があるわけですよね。 だけど現場では当然、えー、といろんな信号がある例えばパソコンはレック2020で出力できるかというとできなかったりもしますので、えー、じゃあそれを、えー、と入力フォーマットバラバラですただ出力は1個のディスプレイに出すから何らかのどれかのフォーマットにして揃えて出して食わせてやる必要があるでそれができるのが、えー、V600UHE の一番のポイントですで入力は何が入ってきても受けます で内部にです、ね、それぞれ変換の,あのコンバーターが入ってるんですよ、全部の入力に。ということは、どの信号が入ってきても、例えば最終的に、えー、4K の HDR で REC2020 で出しますってなると、まあどこ、この組み合わせの中でどの信号が入ってきても、アウトプットをそれに合わせて出力ができるわけです、うん、コンバーターなしで。なるほどね、これはやっぱコスト的にもかなりあ あのやっぱりこう色特にその色域の変換のコンバーターって結構高いんですよね。真面目に買うとやっぱり200万ぐらい。<laughs> 真面目に買う, <laughs> 買う以外何があるんですか。いやいやふざけて買う場合があるかもしれませんけど。ふざけて買う。買うやっぱりねそう1台200万とかして出せないでしょ。あ,まあしますねそんなね、うん、信号1個入れる変換する、ね、だけで。 だけどやっぱり、ね、それがスイッチャー1個でできてしかも6入力全部できるというわけであのここはかかなななりでですねねポイントになるんじゃないでしょうか、ね、でもやっぱそうなるとこの 4KHDRREC2020 というこの要素が、うん、まあ今のこのタイミングでスイッチャーに付加された、まあ、全モデルの800にはなかったもので6 0 0 u h d に出てきた要するにそのアサインできるものがさらにこう3要素付加されてくるというのは非常に。 価値としてててはだいぶ上がってきてますあのそうやってそのイベントでこうスクリーン出す用途でスイッチャー使われるっていうのももちろん今メリットがあるっていうことでお話しますでちょっと次のスライドお願いしますえっ、ー、とですね今度ね今度は話を変えましてこういうイベントを中継する側の立場っていうことで皆さんちょっとお考えください。中継してて自分スイッチャーやってますと、うん その中でこれこの間ね実は大阪のシーマさんにお伺いしてこれわざわざ LD パネル組んでもらったんですよ本当にそれで SDR のカメラと HDR のカメラで取り比べてみました後ろはあのこれあのえっと手前のライトの光量の都合でちょっと後ろ落として いただいてるんですけど、本当はこれ後ろはあの千ニッツぐらい出るんですよね。この時は多分七百ニぐらいに抑えていただいた。で、なんでそういうことになったかというと、後ろが明るいと手前の人物もそれにそれに負けないぐらい強いライトをたかないと前と後ろのバランス取れなくなるわけですよ。肉眼で見ても後ろが明るすぎるから顔はシルエットになってしまうので、前もだーんと光量をたいて後ろはだーんと出てくると。で、えっ、ー、とカメラで撮れば。 両方今明るいところ明るいところなんででこれこっちが、えー、と HDR のカメラでこっちが SDR のカメラ、まあ、大体同じぐらいの感じになるように調整してみましたとで後ろパワーポイントなんでいろいろこう後ろ絵柄変わるじゃないですかちょっと次の絵をご覧下さい例えば黒バックで企業ログが白抜きっていうのはまあよくねあるパターンだと思うんですけど ここうなった時にこれ同じ設定ですよ設定カメラの設定はマニュアル設定で、えっと、アイリスそれからイソカンド全部固定してでこ,うこういう差が出るわけですで後ろの背景の黒を見るとですねやっぱり HDR で撮ると下の方まで一応ちゃんと暗くなるんですよねただ SDR で撮ると下の方が逆になくなってしまうちょっと分かりにくいんで、うん、図式化してみました 次のページどうぞこれあの本当は比率があの10倍違うんであのこれあくまでも模式地図だと考えていただきたいんですけれども普通私たちが HDR って SDR よりダイナミックレンジ広いねっていう,いう感覚ってこっちなんですよ。を基基準準にに黒が0だからそこはどうしても基準に考えるでしょで真っ黒から明るいところまでのダイナミックレンジがあるねって我々考えるんですけど。あの ああやってイベント会場で手前はダーンとライトを耐えて後ろも LED ダーンと光ってるっていうところって明るいところから合わせていくわけですよ明るいところはぶっ飛ばないように明るいとこ基準から合わせていくいですそれがこっちの図なんですよ一番明るいところで SDR も同じように明るいところだけ撮ればあのところが背景が黒にガーンと落ちると手前の人物の照明はそのままってなるとその コントトラストというか、ね、ダイナミックレンジがものすごく下の方へダーッと下がっていくわけですけど HDR はまだ下があるから真っ黒に背景が落ちても撮れるんですけど SDR だと下がもうないからあの真っ黒にしてもポヤンポヤンの黒になってしまって全然ダイナミックレンジ的にあの写真とかね映像として成立なかなかできない絵になるわけです。ということはですよあの今後 多くのイベント中継とか皆さん業務でやられるかもしれませんけれども、後ろに LED バックライトついた中継やるんだったら、もうカメラだけは HDR で撮っとかないとあのどんな絵が来るかわからないので、あの SDR のカメラだと対応できないわけですよ。これ僕ね、あの実際にあの某大きなメーカーさんのプレスカンファレンスを僕あの、S。 4K だけど SDR のカメラで撮ってたんですけど実際にさっきの映像みたいなことが起こって全然撮れてなかったんです途中から黒バックに落ちたら顔が映ってないこれ写真で撮っても同じですビデオだけじゃなくてだからですね今後イベントの取材とかなあるいは中継なんかはあのカメラだけはもう HDR じゃないと撮れないなと思いましたその話をね伺った時に、うん、あの まあ我々どちらかというとそのアウトプットをやってる会社なのであのこの話してたんです小寺さんと僕らどっちかっていうとローよりハイの方に対する HDR のペデスタルを何とかしたいと思ってると、まあ、今説明いただいたようなことですでその時に HDR のカメラじゃないともう無理ですよねみたいな話になっていやでも HDR のカメラで回すことができる中継会社がまたどれだけあるんだろうかとかいろいろ考えたんですよね その時にいろいろ考えてあそうか、SDR のカメラ使ってもこれがあったらまあまあいけるやん、うん、っていうあ,のあれですよあの、売り込みですよ、そのためにき日来てるんで売り込みですけどあのいや本当そうなんわれわれってイベント現場の外でただライブやってるだけじゃなくて実は収録とか、納品物とか結構あるんですよね。 でそうなった時に今みたいな背景があってお客様が訴求するその何かイベントで収録したやつを納品したいってなった時に「いや現場は問題なかったんだけどさ」とかって「納品されたやつ後ろの LED 全然見えない全然見えないんだよね」とか言われてなんか後からあの差し込み直しとか。 かかかかっちゃうとかそういうことがあって割とその,その場だけの話じゃなくてあと、うん、の納品物のことを考えてもそういう部分でいうとこういったものを使った上での,その収録とかも、うん、割とその後からその見やすくなったりとかその後処理もすごくだ手離れもいいですし、うん、そういう意味でいうと本当に僕らの中ではプロジェクターがやっぱ明るくもうどん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 明るくなっていって LED もどん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 明るくなっていく。 多分この中で僕と同じぐらいの年代の方だと昔プロジェクターがすっごい暗くて中継さんはあんまり、えー、アイリスを開けたがらないけど僕らプロジェクターサイドは暗いので明るくしてほしいって思うんですよね。 それをもうずっといたちの追っかけっこみたいなことをやってたんですけど今は明るすぎるということで今度は落としていく方に追っかけっこが始まってるただ機械の性能がどん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 上がっていってるんで HDR みたいなそういう技術、うん、要はダイナミックレンジが上がってるっていうことでその要素はかなりこう緩和されてきてるので逆にそういう SDR のカメラまだ多分 4K のカメラでも SDR とか HDR はもちろん SDR とかあると思うんで。 そう中継サイドで何か小寺さんが説明あったような肺側のダイナミックレンジを触りに行きたいっていう時にやっぱり現場でちょっと困るなとお客さんにも何とかしてほしいとかそうなった時には意外とこの600を使うのはありじゃないかなっていうのは僕はすごく思いますね。はい、であの成果物例えば、えー、とイベントを取って えとブルーレイ納品だとか DVD 納品だとかあるいは最終がネット中継で終わりとかの場合アウトプットって HDR じゃないじゃないですかでカメラ HDR 持ってきても最終は SDR だと。そういうい時に、まあ、カメラは HDR のダイナミックレンジがないと取りきれないのは分かるけど最終出力が SDR なんでそこでもうなくなメリットうまみがなくなってしまうんじゃないかと普通は考えますでですねそれはですねなぜそういうふうに考えてしまうかというとあのここのところなんですよねあの普通その HDR から SDR へ変換するってなるとこの幅を HDR のこの幅をスポッとここに持ってくるっていうイメージ になってしまうのであんまりメリットないように見えるんですけど V600UHD ではですねそれをあの、まあ、どういうふうにこ,ここからここまでの間をどういうふうにここまでに詰め込んでいくかっていうパラメーターがあるんですよ。でそれがあのガンマカーブみたいにカーブ曲線になっていて普通はですねそれ調整するのは大変なわけですよ。あのまあ、まずカンカあのガンマカーブ どういうカーブを選びますか？あるいは2位どこをやりますか？みたいなまあ、3パラメーター4パラメーターぐらいやってって追いかけていくもんなんですけど、ローランドはですね。あの元々楽器屋なんで、あのなんかこうつまみ1個いじったらええ感じになるんちゃうのみたいな。<laughs> そういうそういうのが大好きな人たちなので、そのいろんな変換カーブをですね。つまみ1つでこう動的に変えられるんですよね。あのカチッカチッってこう変わるんじゃなくて、カーブとカーブの間うまく。 あのグラデーション的につないでつまみグリグリって回すだけであのその現場で一番ええ感じのカーブっていうのをつまみ1個で選べるようにっていう機能が入ってるんですよでこれはですね本当にあに現場でトレーニングなしで現場で絵見ながらあ,のあんまり知識ない方でもやっていただけると思うんですねあの本当はあの HDR SDR、変変換って大変なんですよあでかいところからちっちゃいところへどうやって埋め込むかっていう話なんで。 あのこれはやっぱ技術的にもすごく勉強しないとだめなんですけど、まあ、やもうやっつけなんで <laughs> <laughs> うわーってやっつけていくぞっつってそうそうもう見た目重視みたいな見た目重視っていうか見た目で整合性取れてればもう,まあそう、ね、現場は終わりなんでそれでそう数値をいくら入れても結果出力的によくなければ<で>いじりますよね、うん、現場は絶対にあの昔からカラーバーいくら合わせたって、うん、結局コンテンツバラバラみたいなのがあって一番落としどころがよくするのは人の調整みたいな、うん、その アナログ的なところを今の技術で。なんかこう。いい意味でアナログを残しながら。そうですね。ね。うん、いい感じにしてくれるみたいな。すごい曖昧でしょう。すごい曖昧だと思うんですけど。<laughs> あのなれ、あのスイッチャーとかのプロのオペレーターとかだと。あの大抵ね、いろんな映像のパラメーターって三パラメーターでやるんですよ。R. G. B. だったり X. Y. Z. だったり。で、つまみ三つ並んでて、三つのつまみを。 片手でいっぺんにこうやって調整していくっていうのはすごいあのオペレーション的には慣れていて僕もあの、まあ、他社のねあのブロードキャスト用のスイッチャーは大体そういう設計になってるんで僕はそういうオペレー,ター,に慣れオベーションに慣れてるんですけどローランドのスイッチャーって3つのパラメータ同時にいそれはすごい不満だったんだけどあのこの機能の説明聞いた時に腑に落ちました。あの それはつまみ1個でできたらそれはいいよねと細かいとこ知らなくてもいいんだもんだ <laughs> 楽ですからね楽ですん、ね、楽です、ねうん、いやこれはもうぜひあのー、あの多分デモコーナーとかで体感できるんですよねあできるんですか多分あちらの方も、うん、別室の方とかそこ後ろの方とかで展示あると思うんであのー、今の説明の部分ちょっとはふに落ちないところがありましたら実際に触ってどんなふうになるのかなってちょっとテストしていただければ、うんね、あのわかると思います。